温泉大好き。現地在住者が語るフィリピンの温泉事情。日本人が大好きな温泉、フィリピンでも入りたいと思ったことは埼玉の和光からフィリピンに移住した俺は、今この瞬間も日本の温泉が恋しくてたまらない。フィリピンに来た仲間がよく口にするのが、ホテルでお湯が出ない、出てもぬるい、水圧が弱い、そもそもバスタブがない、温泉が恋しい。 フィリピンに長期滞在すると特に温泉に入りたくなるのは日本人なら当然のこと。実はフィリピンは火山国であり、お湯の出る場所が意外とあるのがありがたいところ。例えば、俺が最初に移住したマニラから近いところでは、例えば、俺が最初に移住したマニラから近いところでは、ラグラのシティオブスプリングというホテルで露天風呂を楽しめるし、 ヒデンバリースプリングスでは自然の中で温泉に浸かれる。韓国人が経営する88温泉リゾートはマニラの中心地からもう少し近いのでより手軽に行ける。同じルソン島なら留学先としても人気のバキオでアシン温泉が楽しめる。何しろここにはまったのは今秋田の実家近くでホテルマンを続けているおじのひろさんだ。 一方で、俺が今住んでいるセブなら、40度を超えるお湯で本格的なマイニットスプリングスがとても人気。ビリナウという冷泉もあるし、急いホットスプリングもセブで人気の温泉だ。なかなか中心地から遠いところまで足を伸ばせない。そんなあなたは、チェーン店になるが、ウェイシャスパのような湯船にも疲かれる場所で、温泉気分に浸るのも一つ。 ここは朝まで仮眠も取れるので、数泊のフィリピン旅行でホテル代を節約する仲間にも人気の場所だ。日本人が設計したフィリピンの温泉。日本から直行便でアクセスできないため、意外と穴場なのがネグロスの温泉。このセブから近いネグロスには、マンブカルリゾートに、三河温泉という日本人の造園士が設計した温泉がある。 珍しいことに温泉名が漢字で書いてあり、作りもさすが日本人が設計したもの。水着で入るとこ以外は日本にかなり近い環境で温泉を楽しめる。国内線を使う必要があって行きづらいが、その分日本人観光客は多くない。ここはぜひおすすめなので一度足を運んでみてほしい。 フィリピン人の性格が好きで、フィリピンのアンヘルスに移住したものの、温泉好きのフランス人と恋愛してイタリアに移住した仲間のコナリさん。俺と同じく太った猫好きとして知られている。